はい、シュプリーム、テラテラです。はい、それでは今日も怖い話をしていきたいなと思います。この怖い話はですね、霊感が全くない私が経験した、実話をもとにお話をさせていただいております。これを怖いと思うか思わないかは聞かれるあなた次第になるかと思いますが、最後までお付き合いいただけると幸いです。はい、それでは今日の話なんですが、これはですね、私が入社5年目ぐらいの頃に起きた話なんですが、私一人でですね、夜残業しておりました。時刻はですね、9時ぐらいだったと思います。まあ、私の会社はですね、就業時刻になりましたら電話が留守番電話に変わるんですが、ちょうど9時ぐらいですかね、もくもくと私が仕事をしておりましたら、一本の電話が鳴ったんですね。まあ、留守電に切り替わるはずなのに、なぜか留守電に切り替わらず、電話がずっと鳴ってたんですね。留守電に切り替わらないのでおかしいなとは思ったんですが、もう9時ですし、こんな時間に出てもと思いまして、最初は電話取らずにいたんですが、ずっとですね、その電話が鳴り止まなかったんですね。で、ちょっと集中もできないし、ちょっと電話をね、もう取ろうかと思いまして、その電話を私取ったんですね。で、そうするとですね、ガサガサガサ、ガサガサガサっていう音がして、何にも話さないんですよ。もしもし、もしもし、どうされました、もしもし、ザササササ、ザササササ。これはきっといたずら電話じゃないかと思いまして、私もさすがにですね、ちょっといたずら電話なら、やめてもらえますか、電話を切ろうとしたその時にですね、男の声で、もしもし、お前のところの会社に山下っていうやついるかって急にですね、男が話し出したんですね。で、声が結構ドスの効いた声で、山下ですか、山下はうちの会社にはおりませんが、実際いなかったんですね、山下っていう人間は。そうするとですね、その男はですね、私の話を聞いてるのかどうなのかわからないんですが、続けて話をしだしまして、俺金貸しをやってるものなんだけど、お前のところの山下の親父が今俺んところに金貸せって出刃包丁を持って乗り込んできてるんだよね。いきなりそんな話されたんですよ。私はっと思いまして、何と思ったんですけど、いや、山下っていうものはうちの会社にはおりませんが、お電話かけ間違えてませんかって言い返したんですよね。で、そしたらですね、向こうの方で何かこう揉めてるような声が聞こえたんですね。お前他のところでも金借りとんのか、うるさい、金を貸せっていうような、そのやり取りがですね、聞こえてくるんですよ。いや、何これと思いまして、で、ただ電話切らずに私聞いてたんですね。で、そしたら口論がずっと続いてまして、で、最後にですね、ドーンっていう音が聞こえて、電話がプープープーブーって切れたんですよ。いや、もう何この電話と、もう正直ちょっと怖かったですね。そこで何が起きてたのか、それからやっぱりその闇金とかですね、そういうとこからお金借りたら怖いんだなっていうのをつくづく、思いまして、私仕事終わらして一応そそくさと家に帰ってというような話でした。